こんばんは、みさきです。これから、新札幌駅の方ですけど、これからコンサドレのリレーションシップパートナーのお店に行こうかなと思っています。で、ね、西28丁目の駅から10分ぐらい歩くところなんですけど、スープカレー屋さんがリレーションシップパートナーをやってるということなので、ちょっとこれから地下鉄に乗って行こうかなと思います。よろしくお願いします。28丁目駅に着きました。ここからね、歩いて10分ぐらいのところにスープカレー屋さんがあるということで、向かいます。少し雨降ってきちゃいましたね。もう今すっかり夜です。夜ご飯を食べに行こうと思います。着きました。ここがスープカレー屋さん、サマさん。神宮前、今日はね、ここに取材させていただこうと思います。ここがね、コンサドーレのリレーションシップパートナーになっているようです。神宮前店に来ております。はい。今日は店長さん、店長マネージャー、マネージャーさんの、はい、藤原さんにお話伺おうと思っています。はい、よろしくお願いします。すみません。はい。サマさんってちょっと調べたんですけど、はい、お店東京とかにもあります。ありますよね。はい、ちょっと恥ずかしながら私初めて今日スープカレーを食べたんですけど、はい、めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。でリレーションシップパートナーに登録しているのが、はい、この北海道神宮前店だけだったんですけれども、はい、藤原さんがコンサドーレが好きっていうことであっています。そうですね、コンサコです。あ、はい。あれなんですね、サマ全体が登録じゃなくて、はい、この1店舗だけ登録っていうこと。そうなんですよ。ちょっと複雑なんですけど、はい、会社がもうフランチャイズ化してるので、あ、全体をっていうのは難しいっていうか、はい、そうですね、とりあえずまずはうちの会社がなったということで、まあここでなんかいい、なんていうんですか、循環があればもしかしたら全店舗ってことも
あ、もちろんもうここ以外にも北海道内にめちゃめちゃ店舗ありますので、絶対多分コンサドーレ好きなお店の方とかいらっしゃると思うんですけど、いると思います多分あれですよね、あの飲食店されてるとなかなか試合は見に来ないですよね、はい、と思いつつ、はい、一応あのコンサポっていうのは会社で言ってるので、ホーム戦はほぼほぼ全部あ、そうなんです、行ってて、アウェーも時たま行ってるような感じですね。すごい、はい、え、マネージャーさんなのに、はい、一応すごい、はい、そうですね、みんなに協力してもらいながら、すごい、はい、行かせてもらってます。なかなかあのよくそのリレーションシップパートナーの、はい、お店、飲食店やってる方多くて、はい、土日やっぱお店、まあそうですよね、開けられないっていう方多いのってすごいって、はい、頑張ってますえ、ちなみにアウェーはどこ行かれたり、はい、今年は、はい、セレッソと浦和の2試合は行って、まあ、あと昨日一昨日の試合かなで勝って日立大決まったので、できれば行きたいなって思ってます私も日立大行くんだなと思ってます、ね、見ました、あ、ありがとうございますすごいガチだすいません、ちょっと話されちゃったんですけれども、はい、リレーションシップパートナーに登録したきっかけを教えていただけるはですね、はい、まずあの当店にコンサドーレの選手が、はい、あの多数ご来店いただいてるっていうのがまず一つありまして、お店にサインの色紙何枚か飾ってあってすごいなと思ったんですけど、はい、まずそれがきっかけの一つと、はい、まあ、あと僕がコンサポをやってるっていうことで、うん、はい、まあ、社長の方から、うん、こうやってコンサドーレの選手がたくさん来ていて、なんか応援できるものがないのかっていう話をされた時に、もう僕はリレーションシップパートナーのことはもちろん知ってたので、すぐそこでもうリレーションシップパートナーありますっていうのを言って提案して、で決まったっていう感じです。選手は結構プライベートでいらっしゃるんですか。そうですね、もうプライベートで皆さんいらっしゃっていただいてますね。小野伸二選手のサイン色紙も、はい、小野選手は、うん、以前テレビでも紹介していただいたこともあったので、すごいですね、はい、本当によくご来店いただいてますね。でも美味しかったですね会社にアピールして、はい、もうそうですね、コンサドーレをしてます、はい、いやもう今後、ね、今北海道神宮前店さんだけですけど、ちょっと他の店舗の方にもリレーションシップパートナー登録してもらえるといいなって思います。増えたら嬉しいです、ね。嬉しいですよね。はい。はい、え、じゃあ、 あの藤原さんがコンサドーレを好きになったきっかけを教えてください。はい、きっかけはですね、はい、まあ、うん、僕自身が小学生の時にサッカーを始めて、うん、もう気づいたらコンサコでしたね。お北海道出身、北海道ですね。はい。育ちでってことですか、はい。ちっちゃい頃からコンサドーレ見てた。そうですね。僕はもう本当に2000ちゃんと見始めたのが2001年シーズンとかだったので、はい、三サポです。ちっちゃい頃から厚別に行ったり、札幌ドームに通ったりっていう感じで、よくよく行ってました。すごい、はい、大人になってお店やって、はい、でコンサドーレも応援してるっていう感じで、すごいです。ちなみになんか好きな選手はいらっしゃいますか。僕はですね、小野伸二選手が本当にあのコンサドーレに入る前から、浦和レッズの時からもうこの人本当にうまいなと思ってて、そしたらコンサドーレに来てくれるっていう本当奇跡的なことがあって、そして自分が働いてるお店にも来ていただいてるっていう、本当にもう本当に夢じゃないのかって毎回思いますね確かに好きな選手が来てくれるので嬉しいですね、はい。ユニフォームとか着てます、ね、はい、ユニフォームはファーストで小野伸二選手入れさせてもらって、バッチリです。キーパーユニフォームまで全部買ってるのですごいですねめちゃくちゃすごい、はい、セカンドは駒井選手の背番号私は入れました。駒井選手、はい、いいですよねもしあれですかね、今シーズンあとどっかアウェーとか行かれたりしますか。はい、ですね、うん、日立大、まあ、あとそうですね、基本的に土日休みっていうのがなかなか難しいところはあるんで、あのいつも大体日曜日、うん、月曜日の連休を取って日曜日の試合に行く感じなので、なるほど、はい、なのでまあ来月鹿島戦が日曜日なのでありますね、
まあ、ちょっとそこリレーションシップパートナーのパーティーと被ってたので、あ、はい、そうなんですね。もしそこを当選しなかったら、うん、アウェー行っちゃおうかなってちょっと思ってます。夜の、ね、日曜ナイターのアウェーは日帰り厳しいですからね、はい、そうですね。ちゃんと泊まりに行かないと、はい、あ、いいですね。カシノスタジオめちゃめちゃ、はい、いいところなので行きたいです。はい、ということでめちゃめちゃバリバリとコムサドリが好きな藤原さんにお話を伺いました。はい、はい、あのサマー北海道神宮前店さんめちゃめちゃカレー美味しかったので、皆さんもぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。